この手紙を書く前に少し出かけてきたんだ。今日の雪は大きくて綿雨みたいだったよ。館長のところはどう？もし雪が降ってたら何かしたいことはある？私はメイ先輩やブローニャと雪合戦したいな。あ、こういうイベントは重装ウサギも一緒じゃないとね。ブローニャがまた2対1は不公平ですって言い出すし。そういえばこうやってはしゃぐのは久しぶり。今年は誕生日だけじゃなくて毎日こうやってみんなと雪合戦できるようにって願ったんだ。ちょっと欲張りかな。でも欲張りだからこそそのために頑張れるんだと思う。それと館長が送ってくれたケーキ、つい最近覚えたホットココアと同じぐらい美味しかったよ。ああ、館長のことだからきっと信じてないでしょう。気合を入れて作ったから絶対美味しいよ。飲んでみたらきっとわかるはず。冬はココアを飲めば心も温まるよ。キアナ。 PS、 ココアを気に入ってくれたらいつでも教えてあげる。秘蔵レシピを無料で大公開するから遠慮しないでね。